こんにちは、親父の家のジジイです。しまなみ海道75キロをサイクリングで渡るツアーに参加しました。広島県の尾道から四国の愛媛県今治まで2日かけて行きます。1日目は尾道から午後1時過ぎから走り始めました。2日間一緒に走ってくれる電動アシスト自転車です。尾道からは渡し船に乗って向島まで渡ります。この渡し船は大林信彦監督の映画によく出てきます。さあ出発です。普段はママチャリの電動アシスト自転車に乗っていますが、このようなクロスバイク型は初めて乗ります。乗り始めて早々に前の自転車が止まり、私も急ブレーキをかけたところ、反動でハンドルを飛び越えてしまいました。おっと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 、大丈夫ですか？大丈夫ですか？いや、僕は大丈夫ですけど。ぶつかってないからね。食ったりとかは食べてない。全然大丈夫です。すみません。いえいえ、大したことなければ。このツアーの参加者は19名。平均年齢がなんと69歳だそうです。75歳の人もいるとか。私はこのグループでは若者です。しかし列の最後尾を走り、皆さんの走りについていくのが精一杯でした。恐るべし団塊の世代。向島の周りを半周する感じで因島大橋に向かいます。橋は高いところにかかっているので、最後の上り坂はかなり急な坂ですが、さすが最新の電動アシスト。漕ぐのは平地と同じような感じです。因島大橋です。長さ1270メートル、海からの高さは50メートルぐらいあります。1983年にできた本州四国連絡橋の日本最初の橋です。上の部分が車道で、下が自転車、原付、あとは歩行者の道になっています。
因島に着きました。この島も一般道を通って次の橋に向かいます。まだ走って数時間なので疲れはありません。電動アシストのおかげです。休憩時間に75歳という先輩と話しましたが、この方は東京国際マラソンやホノルルマラソンにも参加したことがあるそうです。なお驚いたことに電動アシストを使っていないそうです。それでもいつもグループの先頭を行き、私からは遠すぎて見えないところを走っています。団塊の世代のたくましさを感じました。私などは片道1キロでも車に乗っている生活です。次の生口橋が見えてきました。